来た、待って、お。皆さんこんにちは、いちきです。はい、ということでボラコンチャレンジ成功しました。動画上では2回目で成功ってことになってるんですけど、実質、3日目ですね。前回のボラコンチャレンジの動画と今日あげたボラコンチャレンジの、動画の間に1回行ってて、その時は全然ダメで、もちろん釣れなかったんですけど、見事、チャレンジ成功ということで、はい。まあ、オープニング長くなるのもあれなんで、先にボラコンのセッティングだけ、こう、ちょっと最初にお伝えしとくと、ボラコンが、ハイフロートタイプではなくて、普通のノーマルタイプですね。はい。霞デザインさんのボラコンです。で、1.8 のグレネードシンカーをかましてます。で、ロッドが、70の H のバンタムです。70H のバンタム。はい。1回目がちょっと借りてたもので、で、今日使ってるリールも、こっちじゃなくて、ダイワのリールをね、私ノーマルギア持ってなかったんでお借りしてたんですけど、まあ、それをね、ボラコン釣れたということで、お返ししまして、柏のブンブンによって、SLX の、ノーマルギアを1万ぐらいだったな。1万ぐらいで、もうすごい綺麗なね、もう新品同様の SLX のノーマルギア置いてあったんで、思わず買ってしまいました。はい。で、ナイロンの16ポンドをもともと巻いてたんですけど、20ポンドにしました。はい。ナイロンの20ポンド巻いてます。という感じで、もうボラコンセッティングにしてしまいました。感動したので。はい、これからもね、霞でボラコン投げまくろうと思います。はい、ということで、皆さんもね、ヒットシーン気になってると思いますね。バッチリ撮れてきたので、よかったら最後まで見てみてください。では、どうぞ。ここまで行ってみます。ボラコンチャレンジ。風がね、足際を来た、待って、うわ、ちょ、うわ、やばい、でかいぞ、でかい、やったよ、やばすぎる、やばい、ちょっと待って。
しよう。ちょっと待って、ちょっと三脚がないけどやりました。モラコンやったよ、やさん、モラコンチャレンジ成功。これはやばいでしょ。はぁ、えぐいよ。よっしゃ、ちょっと後で測ります。やばい、でもやばいクオリティフィッシュ、やばい、やばかった。あ、びっくりした。何今の、ボイルじゃないの、何、跳ねたよね、なんか今。え、ということでモラコンチャレンジ成功しました。はい、ということで今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほじゃのー。